どうも、ワニです。そしてこちらは、先日また俺が川で捕らえてきたクサガメです。野生の子なんでね、かなり甲羅に苔とかがついてます。でもこれね、よく見ると苔だけじゃないんですよね。わかりますか？これ苔の下、よく見ると粒状のものがびっしりとついてます。そう、こちらね、もうチャンネルワニでおなじみのクサガメやイシガメ類にのみ寄生する寄生虫、ウマエラビルの卵です。今年何匹もね、クサガメを捕まえてるんですけども、うちの周りにいるクサガメはね、やたらとこのヌマエラビルに寄生されてる確率が高くて、このカメさんもね、例に漏れずびっしりと卵がついておりました。ここだけじゃなくて、ね、他の甲羅の部分にも結構ね、ついてます。ほら、こっちのお腹側とかもね、これも全部卵です。ちょっと集合体恐怖症とかの人には結構えげつない映像になってるかもしれないですね。こんだけ卵がついてるってすごいですよね。こっちの下の甲板にもついてるし、上の甲板にもちょっとついてます。このクサガメだけで一体何匹のヌマエラビルが出てくるんでしょうね。あ、こっちにもついてるわ。よく見るとこの脇にもちょっとついてますね。でもこう見た感じね、親はいないですね。成虫はちょっといないっぽいですね。うん、こんだけ卵がついてるカメだったら親個体もいつもはついてたんですけどね、時期によって親はどっか行っちゃうとかあるのかな。で、今日はね、こちらの大量の寄生虫の卵を取ってあげようという動画になるんですけれども、今回はですね、こんなものを用意しました。電動歯ブラシです。そう、以前はね、薄めたお酢につけたりだとか、ピンセットでね、ガリガリやって取ったりしたんですけども、まあ、薄めたお酢って亀自体にも良くないだろうし、ピンセットでガリガリやったらね、甲羅が傷つくんじゃないですかみたいなコメントも結構あったんで、でも普通の歯ブラシでゴシゴシやっても取れないんですよ。まあ、これ見てもらったらわかるんですけど、こうやって、ゴシ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 ってやるじゃないですか。結構これね、卵がこびりつく力が強くて、ほら、全く歯ブラシに卵がついてないんですよ。まあ、普通の歯ブラシでダメなら、この電動歯ブラシならどうかなというわけで、今回このためにね、電動歯ブラシを購入しました。では早速ね、この寄生虫の卵に電動歯ブラシを当てていきましょう。うん、全然取れない。歯ブラシにも一切ついてないです。やっぱね、歯ブラシはダメなんですよ。やっぱりこのヌマエラビルの卵はね、固くくっつきすぎてて、こういうね、金属製の硬いもんとかでゴリゴリやってあげないと取れません。多少甲羅の表面が傷ついても亀自体にそんなにダメージはないし、ちょっと傷がつくのと寄生虫がびっしりついてんのどっちがいいかって言ったら、まあ、ちょっと傷がついても寄生虫取れた方がいいっすよね。というわけで、もうゴリゴリやっていきます。ほら、スプーンが最強。結局こうするのが一番なんですわ。しかもね、こんだけゴリゴリやってもね、ぶっちゃけそんなに傷ついてないから、亀の甲羅結構硬いんでね、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。うん、こっちの甲羅側も、おお、下はすごく綺麗な甲羅が出てきましたね。
血とかに結構しつこくこびりついてるんで、この辺をしっかりきれいにしないとね。もうだいぶナマエラビルの卵は取れたかな。あとはもう純粋に苔とかの汚れですね。ちょっと結構汚いんで、洗ったらどんな感じになるのか見ていきましょう。はい、結構綺麗になったんじゃないですか。歯ブラシとね、スプーンとスポンジといろいろ駆使して磨きました。まだね、多少はこの濃い茶色い部分は汚れなんですけど、これをね、ゴリゴリ取ろうとするとさすがに結構甲羅が傷ついちゃうと思うんで、まあ、この程度の汚れはね、あっても問題ないんでね、寄生虫の卵は全部取れましたんで、これで終わりにしたいと思います。心なしか、ふさがみちゃんも元気になって顔を出してきました。ほら、綺麗になりましたね。卵一つありません。これが今回取れたヌマエラビルの卵です。これ一粒一粒からヌマエラビルが出てきますよ。こんな量あった、一匹の亀に。すごいよね。一体何匹分のヌマエラビルの卵なんでしょうね。この大きさの亀にこんだけの量ですよ。やばいっすね。という感じで今回はね、この寄生虫まみれだったクサガメさんの寄生虫を、まあ、電動歯ブラシはほとんど活躍してないんですけども、取り除いて綺麗にしましたという動画でした。今後もね、まあもうこれからの時期はあんまり亀が捕まえられるっていうことはないと思うんですけども、機会がありましたらね、ヌマエラビルの動画とか出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。